皆さん、こんにちは。マダリウルビジです。では、今回は、ギレンデ王、青き星の覇者、続けていきたいと思います。で早速なんですが、ザーク2の J 型のバリエーション機が配備可能になりましたということで、ウラガンから報告が入っていますね。マゼラタックの手法を利用した支援用の機体。これってどうだったかな？ガンダムのバーサスシリーズ、連邦バーサスジオンとかで、確かマゼラトップを持ったザクを使ったような記憶がちょっとありますね。もう、どうだろう、20年近く前、17、18年ぐらい前になるんじゃないかなと思うんですけどね。あとはザク 2S 型なんですけど、S 型っていうのは、いわゆるエース用にカスタムされた機体になっていて、通常3機で、まあ、1個のチームを組んでるんですけど、このエース機に関しては1機編成になってますので、ちょっとね、使い道というのは難しいかなとは思います。では、現状の報告を確認して次に進んでいきましょう。ユーラシア、北米、アフリカの制圧は完了。連邦主力部隊は未だ再編中のため、反攻作戦を行う力はまだないということなので、我々ジオン軍、地球方面軍はこれから全面攻勢に出ますという話になっていますね。1つ目の作戦目標がハワイ。そして2つ目が北京です。まあ、ハワイはね、前回ガルマが水中用ゼクを量産化したので、きっとガルマはね、ハワイ攻略行ってくるんじゃないかなと思いますので、マクベは北京攻略、これにしましょう。では、早速ですね、最初にハワイなのか、北京なのか、この決め事をしていきましょう。でその前、一つですね、連続希望を出していますので、クランプを我々の元に引き入れていきましょう。これにまず成功しないとね、話になりませんからね。ではそこから始めていきます。で、マクベの方にはウォルターだけか、ガルマとビッターは厳しいので、ユーリーを味方に引き入れて、なんとかクランプを引き抜きましょう。では、そういう作戦でいきます。ユーリーを、まずは味方にね、引き入れます。はい。これでクランプをね、引き抜けましたので、続いて、ハワイなのか、北京なのか。で、我々は北京を押していきますので、ビッターとの仲がもう最悪な状態になってるね。まあ、ガルマがまさかね、北京とは言ってこないとは思いますが、確認をしていきます。太平洋の制海権を握ればと言っていることは、ウォルターはハワイですね。でユーリーは北京攻略。現状では水中用の兵器にろくなものがね、いやでも前回ガルマがね、水中用ザクの量産化を強引に推し進めましたからね。まあ、我々は北京攻略にします。で、ユーリーとマクベだけか。ウォルター、ガルマ、ビッター。これ、ビッターはもうどうにもならないし、ウォルターはそもそも発案者なので、ガルマをうまく口説きましょう。そして、なんとか北京攻略をね、推し進めたいと思います。がハワイに押し切られてしまった。これで北京攻略ではなくて次の攻略目標がハワイということになりましたね。で、ハワイ攻略に関しては敵戦力が集結しているため北米から距離があるということも踏まえ、まずはライン諸島に上陸、その後マーシャル諸島に進攻、後ハワイを攻略という3段階作戦になるようです。では
もうハワイ攻略というのが決まってしまった以上ですね、このハワイ攻略に全力を注ぐしかないので、しっかりとね、軍の編成を行って攻略を成し得ていきましょう。ではまずは編成です。先ほどクランプが入ってくれたので、クランプをね配備していきたいんですが、その前に補給だな。ザクスの J 型 A タイプ、これを2部隊、いや3部隊だな、要求しましょう。で、その上で編成、主力第1部隊の方もガイアのところにザク2の J 型、もうザク2の J 型で固めていきましょう。で、パイロットがね、これモビルスーツ変えてしまうと変わってしまうんですよね。真ん中に、いや先頭にガイア、中列にオルテガ、後列に、ちょっと待ってね、ザク2の J 型 A タイプにしてるけど、ここはそうだな、できればバズーカーがいいよね。バズーカー持ちを変えちゃいましょう。なので1部隊の後列はバズーカー、これでザク2の J 型の AAB、 マシンガン、マシンガン、バズーカー、有効性ですね。で、ここにパイロットはマッシュを乗せます。これで完璧。で、第2部隊の方なんですが、ザクスの C 型が入ってるので、これ A 型に変えます。これでランバラルですね。で、ここも兵器を、一旦ですね、マシンガンに変えて、後列のところにバズーカー持ちにします。で、戦闘はもちろん、ランバラル。そして、クランプを入れてあげます。これで完璧。で、第3部隊の方なんですが、兵器のところでいいとザク2の F 型 A タイプになっちゃうんだな、全部ね。であれば、特に変える必要はなさそうですね。このまま行きましょう。予備部隊は投入する予定ないですけども、せっかくなんでね、兵器をマイグレーションしておきます。で、ザク版はもう返しちゃおうか。で、AP ポイントもらいましょう。ちょっとしか返ってこないけど、ザクワン持っててもしょうがないからね。マゼラダックももう返そう。一個だけ残しときます。で、問題の提案よ。まずは量産するモビルスーツをザク2の J 型 A に変えます。もう、量産型水中用ザクを作ってもしょうがないですからね。で、あとは転属。そうだな、コズン、アコス、この2人もね、勝利なんだ。この2人もできれば我々の元に引き抜きたい。コズン、よし、これでまずはライン諸島の攻略戦ですね、進めていきたいと思います。これでライン諸島の攻略完了ですので、続いてマーシャル諸島の攻略に入ります。で、その前にね、さっき発案した議題、これをしっかり通して、まずは水中用ザク、これをね量産化計画から外しましょう。そこがね一番重要ですからね。いくらなんでもガルマがね坊やだからといっても、こんな量産化計画をそのままでしておくわけにはどうしてもいかない。ソロモンから緊急連絡、確認していきます。シュア少佐機関の偵察隊がサイドセーブに潜入、連邦の新型モビルスーツを発見、これと交戦、で、ザク2機が撃破されたという話ですね。これはガンダム、アニメのガンダムで最初に、描かれたシーンだと思います。
結局ね、あのアニメのガンダムって一年戦争の中で残り3ヶ月の部分を描いたアニメなので、まあ、そのね冒頭の部分が今ここで報告されたという内容です。まあ、シャアもねこの時はまだ少佐ですからね、マクベは大佐。もうなんかちょっと記憶の限りだとマクベって最初は大佐じゃなかったような設定な気がするんですけどね。その後やっぱオデッサの基地司令が身分、まあ、階級が低すぎるんじゃないかっていう疑問からマクベの階級が大佐に変更になったんじゃなかったかなという気がねちょっとします。では前回発案した内容ですね、3つこなしていきましょう。まずは量産化兵器、これをザクス J 型に変更、これをもう何としても成し得ましょう。まあ、ちなみにビッターはすごく仲が悪いので絶対反対してきますね。そしてガルマがやっぱり水中用ザクはまずかったなっていう感じでね、今回は我々ザク2の J 型の方に乗り換えてきてくれてますけど、まあ、ここは一気に我々の意見を押し進めていきましょう。量産化計画見直しさせることに成功しました。まあ、これは当然の絶対に成し得なきゃいけない提案でしたからね、通りました。でこの後はコズンとアコス、この2人をね引き抜きです。ランバラル隊を結成するにはどうしても欲しい逸材ですからね、まあ、ここもやっぱりビッターは反対だね。ガルマも当然引き抜かれる側なので反対。これはもう3人いる数の有利を生かして一気に過半数取りましょう。はい、これでアコースを引き抜きました。あとはコズンですね。これでランバラル隊の結成が可能になる。そのためにも絶対にコズンも味方に入れましょう。で今回はさすがに反対が多いな。まあ、有利をどうやって味方につけるかですね。ビッターとガルマは絶対にゴジラになびいてくれないので、有利をどうやって味方に引き入れるか、そこにかかってると思います。ガッハ。コズンを今回引き入れることはできませんでしたね。さすがに一度1対4になってしまうと苦しいかな。まあ、次のターンでなんとかね、コズンは味方に入れましょう。まあ、2つ意見通したのでね、御の字っていうところですかね。ではマーシャル諸島の攻略を行う前に、まあ、早速ですが、やっぱりね、どうしてもこだわりたいのがコズン。コズンは欲しいので、コズンを今度こそ転属させましょう。で、昇格誰かできる？ガイアが単位から少佐になるの？いや、これはないな。なので、このままにして、出撃していきましょう。後ろにガウが見えるけど、やっぱりガウにしてほしいよな。こっちのね、母艦を。では、マーシャル諸島攻略戦始めていきます。これでライン諸島に続いてマーシャル諸島も攻略できたので、次のターンでハワイ本島攻略という流れになりますね。で戦略フェーズに関して言うと、前回残念ながらコズンのね引き抜きに失敗をしてしまっていますので、今回こそねコズンを引き抜いてランバラル隊を結成してハワイ攻略に臨んでいければいいかなと
というふうに思っています。まあ、そのためにはね、ビッターは絶対的に回るので、かつ今回ガルマから引き抜くのでガルマも敵になる。となると、ボルターとユーリがどちらにつくかですね。注目していきたいと思います。で、ザクデザートタイプ、これ砂漠戦で使えるものですね。これが一応新しく配備可能。さらに、重水陸両用モビルスーツコック、これも配備可能になってますね。内蔵メガ粒子砲、重装甲、水陸両用重モビルスーツですね。で、サイドセブンの剣。これは、シャアがサイドセブンに潜入して、ガンダム、まあ、ホワイトベースサイトを交戦したという話の続報になります。寄港していた連邦軍の戦艦が例の新型モビルスーツを搭載、ルナー2に向けて出航。シャア少佐の部隊が攻撃を仕掛けたものの振り切られ、ホワイトベースはルナー2へと向かったという話ですね。では、何？また主力兵器の量産について誰かが横槍を入れてきてるな。まずはコズンですね。コズンを確実にダンバラルのもとに連続させましょう。さあどうだ、3人味方になっててほしい。よし、ガルマとウォルターが敵だな。珍しくビッターが味方についてくれている。ここは押し切りだな。ウォルターとは仲良くしていきたいなと思ってたんですけどね。よし、ウォルターをユーリが見事に駆動き落としてくれた。ユーリやるな。じゃあもうここからはガリガリ自分の主張を通して押し切りましょう。さすがにガルマもね、4対1の状況ではコズンを差し出すしかないでしょう。はい、これでコズンをマクベ隊、まあ、ランバラル隊ですね、そこに転属させることができそうです。で、気になるのがこれよ、ユーリー大佐からの提案、量産化兵器を何にする。ザク 2J型C か。 C っていうのはマゼラトップ砲ですよね。これはね、ユーリーの提案とはいえさすがに反対せざるを得ない。なんといってもマゼラトップ砲を持たせているザク 2J 型を量産する必要性が全くないですからね。さあ、まずい状況になっている。ここはもう一発逆転決めるしかない。これで決まらなければ、J 型、そのマゼラトップ砲を持っているものが量産になってしまう。いやー、やられるなー。このままだと本当にマゼラトップ砲を持ったザクが量産化されてしまう。やられた。いやー、本当にこいつらどうにもならないな。まあ、しょうがないですね。次のターンでまたひっくり返しましょう。では今回はハワイ本島の攻略、これを行っていきます。で、その前にはやっぱりね、せっかく入ってきてもらったコズン、これをランバラル隊に入れましょう。パイロット、アコス、クラン。そしたらあとどこに入れる。一応じゃあ一番左翼にコズンを入れよう。これでいいかな。アコースを全員に持ってこよう。これでいこう。そうすると中央前列にランバラル、コズン、アコース、そしてクランプがランバラルの背中を守るという体制ですね。バッチリ。ではこれでハワイ攻略戦始めていきます。これでハワイ攻略完了になりましたね。では今回はですね、まあ、キリもいいですので一旦ここまでにさせていただいてですね、次回はこのハワイ攻略の
の後、続きをね、やっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。